ったああいうのさっきの演技バッチリだよかっこよかったよユッキーと言っても全部ユノの台本通りだけどねありがとうユノのおかげだよ私はただユッキーの役に立てればそれでユッキーの携帯は奴らに取られてるんですつまりタワーに行かないことには携帯は戻ってこないあっセカンドマンあそれは偽物だよユッキーまだ終わってないわ何してんだユノお前を切り刻んで外の男をおびき出す奴にここを開けさせるわやめろユノ邪魔しないでユッキーもうこの方法しかないのバーカ誰がお前らの子と付き合うか上辺しか見れない連中が私が好きなのはあの人だけよママのユキテル君逆にパパとママを閉じ込めることにしただって私の苦しさを知ったらきっと私を大事にしてくれるこの鬼ごうどうしてあんたなんかをきっと幸せになれると思ったのに気づいた時にはパパもママも死んでいたその食べにしやがったないよユッキーは全ての所有者を殺して私も殺して神になるのユッキーのパパもママもそして私も幸せにしてくれるって言ったでしょユノは許さないからごめんね。エイスの殺害。始めるよ、ユノ。予定通り、サワニーを大きくしたら25階で合流だよ。ユッキー愛してる。ユキテル君だ外してくれないかガサイユノアキセ君残念だったねガサイさん僕を足止めしたつもりだろうけどその逆だよ僕が足止めしたのさユキテル君から引き離すためにねのつもりだ、ガサイさん。だけど、私を見殺しにしたら、ユッキーはお前をどう思うのかしら。助けて、ユッキー！アキセに殺されるよ！殺されちゃダメだよ！
別日記にはユッキー自身のことは書いてないけど、私の日記には書いてある。そいつら全員ユッキーを裏切る気だから。ひなた、僕を裏切ったのか。死ぬ、うちらは友達。ひなた、君にユキテル君は渡さないよ。死ね！一緒に入ろう、ユッキー。何言ってるんだよ。気持ちいいよ。ちょっ。ほら、水着だよ。ね。死んでいいよ、ユッキー。ユナ、お前狂ってるぞ。狂ってるのは私とユッキーが結ばれないこの世界の方だよ。これでデッドエンド回避だ、ユナ。私はユッキーといたい。そうよ、だから私はお前を殺す。ねえ、キスしてユッキー。ここが私の居場所。またキスが上手くなったね、ユッキー。